2008年北京オリンピックで日本が3戦全敗したのはなぜでしょうか。なぜでしょうかって、それは弱かったからでしょう。オーバーエイジを読んだ方が良かったのではという、世論も あったと思いますが、呼ばなかった、理由はあったんですか。それは僕に聞かれても。また当時の本田さんはオーバーエイジを読んでほしいと考えていましたか。いや、まあいたら当然ながらポジションも自分たちのポジションがなくなるかもしれないんで、そういう多分気持ちはあったでしょうし、いたらいたで勝てる可能性が高まるんで、いてくれた方がいいかなっていう思いもありましたけど、うん、半々でしたかね。だからそういう視点で言えば。